これまでいろいろあって実家とは疎遠にしていたが、妹が突然結婚式の招待状を送ってきた。妹には就職先が見つからないからと私の職場を紹介してほしいと頼まれ、本当に嫌だったが当時の部長などに相談してコネ入社させてもらったのに、後から親に私が無理やり入社させたと吹聴していたのを知り、私を嘘つき呼ばわりした親と合わせて絶縁していた。それなのに招待状を送ってくるなんてどんな神経してるんだと、夫や実家の気候をよく知る地元友人に相談し、手切れ金として10万と欠席に丸をつけたハガキを書き留めで送った。結婚式の日が過ぎしばらくして実家と絶縁後もずっと気にかけてくれているおばから電話があり、その結婚式は私が欠席と返事したのにもかかわらず出席した扱いになっていて、座席表に名前が載っていたことを知った。おばは来ないと思っていたけど名前があったので来るのかと思った。どうしてドタキャンになったのか、体調でも崩したのかと心配して電話をくれたのだが、真実を話すと呆れていた。いつもそうで、よくわからない嘘で何を取り繕うとしたのかも謎。関わりたくないからスルーしているが、本当は抗議したくて仕方がない。